すごい綺麗ですね、うん、なんか雨予報でしたね。綺麗、私スキーしたことないので、なんかああいうウェアとかも着たことないんですよ楽しみだなと思います。やってみたくなりました。やってみたいです、楽しみ。なんかポーズだ、持ってますよね。あ、そうそう、あ、そうそう、それ選手なんか、あのめっちゃ速いですよ直角ポーズみたいな。で、その足で今度踏めば、そうそう、あ、それでできる運動も遅いです。皆さんこんにちは。今年の JR スキースキーキャンペーンメインキャラクターの南沙羅です。毎年すごくこう流れるたびに素敵だなと思っていた CM だったので、純粋にとても嬉しいですし、光栄だなと思います。あ、でも母には伝えましたね。すごい喜んでくれてました。特にないです頑張ってねって言われました。さっきお話ししたことと少し重なってしまうんですけど、毎年流れるたびにすごく素敵だなと思っていましたし、すごいワクワクする CM だなと思っていました。私スキーをしたことが今までないので、ウェアとか着たことがなかったんですけど、なんか初めて着て、実際にこうやってみるのが楽しみになりました。あったかいですね今日はちょっと暑かったですけど思ったよりこう硬くて、こうロボットみたいに歩くときになっちゃうんだなって思いました。冬の思い出は、私は東京生まれなんですけど、あんまりこう雪とかに触れる機会とかなくって、なんかでも毎年こう冬になると、その祖父祖母の家に行くんですけど、そこは結構雪が積もるところなので、雪で遊んだりして楽しんでます。ミニ鎌倉みたいなものとか、ちっちゃい雪だるまとか、大きいものは作ったことないですけど、はい、大きい鎌倉作ってみたいです。あと大きい雪だるま、あと雪合戦、あったかいもの食べたいですね。私カニが大好物なので、カニ食べたいです。それか肉まんとか食べたいです。あ、すっごいくだらないことなんですけど、人型作りたいです。雪バフってやってこう人型作ってみたかった。はい、以上です。ウィンタースポーツをしたことがないので、楽しんでみたいなっていう気持ちはあります。はい、でもすごいこう過ぎるのが早かったなと思います。なんかこういろいろ充実してたなと思います。私普段すごくこうインドアなので、こう2023年はアウトドアになってというか、もうちょっとこうアクティブなことに挑戦してみたいなっていうふうに思います。
私が出演する今年のポスターや動画を見ていただいて、それがきっかけとなって少しでも多くの方がスキー場に行ってみようかなと思っていただけたらとても嬉しいです。スキー場へ行く際にはぜひ新幹線で行き帰りも含めて楽しんでくださいね。今年の冬を思いっきり楽しんで、みんなで冬を取り戻すんだ。以上、南沙羅でした。